皆さんお待たせいたしました。港町リバープレイスステージ4組目、関西コレクションエンターテインメントの皆さんです。それではよろしくお願いいたします。はい。皆さん、こんにちは。盛り上がっていますか？はじめまして。ここからのステージ MC を担当させていただくのは、関西コレクションエンターテインメント所属の愛とゆうとりんが務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。関西コレクションエンターテインメントとは、日本最大級のファッションエンターテインメントイベント、関西コレクションがプロデュースする総合芸能アカデミーです。モデル、ダンサーを目指す未来のスターたちがたくさん在籍しております。私たちもこの関西コレクションエンターテインメントでモデルを目指して日々レッスンを受けております。これから披露させていただくステージでは、関西コレクションエンターテインメントの所属キャストによるダンスやファッションショーなどのパフォーマンスを披露させていただきます。一緒に盛り上がっていきましょう。それでは早速パフォーマンスをしていただきましょう。今から登場していただくチームは、前回のエクシアプレゼンツ関西コレクションに出演しておりましたダンスチームです。あの関西コレクションのステージを盛り上げたかっこいいダンスをぜひお楽しみください。それではどうぞ。
そして力強さを感じるステージでとてもかっこよかったです。実はこのメンバーは厳選なるオーディションを勝ち抜いた KCE の中でも精鋭チームなのです。前回の関西コレクションに出演したということで関西コレクションの舞台の感想を聞いてみましょう。それではこのはさんお願いします。関西コレクションの時は、加藤ミリアさんご本人と帯同ダンサー、そして私たちを含む KC ステージ選抜メンバーの18名で当日関西コレクションのステージを飾らせていただきました。リハーサルではミリアさんとお話しさせていただいたり、本番前も少しダンスのことやステージのことでお話しさせていただき、とても経験のあることをさせていただきました。楽しかったです。ありがとうございます。本番はめっちゃ緊張したんですけど、楽しく踊ることができてよかったです。やっと今日このステージに立ててめっちゃ嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。いやあんなね、本当に大きくてめっちゃ素晴らしいステージに立てることってめっちゃいい経験ですよね。で、本当にかっこいいです。次、KC ステージダンサーの皆さんでした。皆様大きな拍手をお願いいたします。さて次のステージは関西コレクション所属モデルたち総勢16名によるこの季節ぴったりの秋冬コーデをテーマとしたファッションショーを披露いたします。